ラダン、人造人間か。あんな精巧なのは初めて見た。本人の同意はありませんが、医師法に基づき治療を行いました。あ、待ってくれ。彼女からは後で聞き取りをすることにします。まずはあなたからです。さっき監視員とか言ってたけど、3分前よりマーク都心の指示によりあなたの監視任務についています。僕の監視だって？コロネとお呼びください。監視員としてこの事態に関する事情聴取をしなければなりませんが、着任したばかりですので学長立ち会いのもとに行おうと思います。学長？それが誤解が誤解を生んで。でもあの子は関係ないんだ。あれ？いなくなりましたね。いなくなったって？理由は不明ですが、位置がトレースできなくなりました。あの子何だったんだ？1年 A 組曽我啓奈です。え？先ほど学院のデータベースを照合しました。僕のクラス。ああそういえば一人休みだったっけ。全裸で逃げるなんて何考えてるんだ。蔡アクトから聴取した大方の事情は以上です。感情を分析したところ、監視対象が服部純子を傷つける意思はなかったと判断できます。心を読めるのか？感情を分析するだけです。学長いかがいたしますか？おう、怪我も治したんならまええじゃろ。それで監視員って？君は魔王になるらしいの？君は将来大犯罪者や大虐殺者になるだろうし、戦争の原因になるじゃろう。じゃが今はうちの生徒じゃ。すごい決めつけだな。余計なトラブルを未然に防ぐためにも政府に護衛兼監視員の派遣を上申したんじゃよ。では僕は四六時中監視されるということですか？失礼します。これは学院側の配慮だと思って。君は血の気の多い学生にいつ殺されたっておかしくないんだから。まあ一日二度もあんな事件を起こしてしまいましたからね。
その時の君の状況なんだけど、詳しく話してもらえるかしら。教室の時は木刀を受けようと力を込めたんです。その時、熱い塊のようなものが手を伝ってきて。なるほど。で、さっきの場合は教室でのことをとっさに思い出して、あの力を使えば素手でも防御できると思って。でも勝手に力が膨れ上がって。サイ君、魔術とは何？魔術とはすなわち空間に満ちているマナを制御すること。エネルギーは帝都中央の発電設備から地球そのものに流し込まれ、マナはそれに共振している。さすがは優等生、教科書通りだわ。それって褒めてます？要するに、あなたはマナを動かす力が強すぎてうまく制御できないのよ。そんな自覚はないんですが。自覚があろうとなかろうと、実際にそうなんだから仕方ないわ。魔王なんだし。また決めつけられてる。はい、あなたの生徒手帳。あんなことがあったから私そびれてたわ。それを使えば念じるだけで会話ができるの。つまり念はね。僕の噂が一瞬で広がったのはこれのせいか。死にたくなったらすぐそれで念はちょうだい。早めに死体を保存したいし。お断りします。長い一日だったな。疲れないの？疲れません。そこでじっと見つめられると気になって仕方ないんだけど。では行動を指示してください。今日はもう遅いから、お風呂は明日にしてもう寝る。君も寝てていいよ。そうですか。おやすみ。何なんだこれは。ねえ。はい。そこに寝られると寝にくいんだ。そうですか。至近距離の女性の肉体の存在を意識することで、いやおうなくリビドーが刺激され、性的な興奮を感じてしまいますか。感情を読むな。冗談です。え、あそこで寝ます。そこでいいの？はい、おやすみなさい。ねえ。はい。ひょっとしてからかってる？やや。楽しい？やや。それはよかった。はい。わからない。すっかり寝不足だ。男子王は朝から噂で持ちきりでしたよ。例えば魔王が早速後任の愛人を連れ込んで。いいよ、おおよそ想像はつくから。サイ、アクト君ですね。わ、あなた様は。私は女子寮の寮長をしております、藤子と申します。寮長。昨夜はいろいろと大変だったそうで。昨夜？いや、それはいろいろと事情が。分かっていますわ。そこにいらっしゃるコロネさんにお聞きしました。コロネに？蘇我ケイナの服を届けに行った際、江藤寮長に昨晩の件は正確にお伝えしておきました。そうでしたか。お顔を拝見して安心しました。あなたが将来魔王になるだなんて私信じられませんわ。何かお困りのことがあればいつでもご相談くださいませ。では今後ともよろしく。学院一郎アイドル藤子様からお声をかけてもらえるなんて、兄貴はやっぱすげえっすよ。この学院に来て初めての理解者だ。また曽我さんがお休みね。あと今日は服部さんがお休みです。今日の手で委員長を倒したそうよ。これ見よがしに、あんな綺麗な稲田まで従いやがって、どこまで羨ましい。いや、魔王なんだ。暗い生活だな。はい、授業はここまで。ちゃんと復習しておくのよ。
どちらに行かれるのですか？トイレ。江藤藤子。あ、あった。今朝はどうも。ぶしつけですみませんが、実は先輩に相談がありまして。何でしょう？服部さんと仲